い、どうも皆さんこんばんは。ベロベロ探偵の風太郎です。今日は今ネットで話題になっているジャガリコとこの裂けるチーズを使ったあのジャガアリゴ、私も作ってぜひ食べてみたいと思います。では早速やっていきたいと思います。まずはこれをジャガリコを揚げます。ここに、この裂けるチーズですね、裂けるチーズを裂いて入れていきたいと思います。おお、裂いていきます。入れます。よいしょ。どうだ。よし、裂きました。こんな感じです。こんな感じになりました。ここにお湯を入れて3分間待つということですね。よいしょ。ではお湯入れたいと思います。ダン。熱い。これどれぐらい入れるんや。これぐらいか。それでは蓋をして3分待ちたいと思います。じゃがりこ3分。あ、蓋が開いた。間もなく3分が経過するところでございます。間もなく3分、もうしばらくお待ちください。はい、3分経過しました。ではこれを開けてみたいと思います。わ、チーズ溶けとる。チーズ溶けてます。熱っ。これ一応このままここで寝るのもありみたいなんですけど、ちょっと熱いして、私このボウルの方に移して寝ていきたいと思います。じゃん。わ、すごい。よし、今から練ります。お湯多かったかな、これ。ちょっとゆるい。どうや。チーズが固まってるぞ。混ぜろ。混ぜて。寝るんだ。あ、でもええ匂い。めっちゃええ匂い。どやさ。うわー。どやさ。全然伸びへん。どやさ。これチーズ2本か ?1 本でかったんか。どやさ。伸びへん。どうなんだ。かなり混ぜなあかんね。あ、でもいい感じに。さあ、もっと。いけー。うわー。あ、でもだいぶ、おお、腕が、おお、うわー。混ぜる。どうだ、これ伸びません。全然。なんだこりゃ。ポテ、もしかしてチーズって日本なんでしょうか。見た感じはまさしくポテトサラダです。とりあえずこれでできました。じゃがりこで作ったポテトサラダ、どうでしょうか。見た感じちゃんとね、一本いきたいと思います。今日は金麦の、これはゴールドラガー、赤いです。安ですね。ではまずはこちらをいただきたいと思います。美味しいです。そして先ほど作った失敗したジャガアリゴ、いただきます。味は悪くない。でもネットのようには伸びない。
うん、でも美味しい。今日はこんなところですね。失敗しました。じゃがアリゴでございますが、必ずリベンジして、次こそこう、ぶんわん伸びるやつを作りたいと思います。では、今日はありがとうございました。ごちそうさまです。